このバスすっごいガタガタして運転荒いから気をつけて。わかった？イエーイ。そう、うんじゃなくてイエーイね。本当に運転荒いから。韓国でははいのことをイエーイって言うんですけども、それって日本でいいえに聞こえちゃったりしますよね。琴ちゃん、葉っぱの上に座りたいですか？葉っぱの上に座りたいですか？こと、葉っぱの上に座りたいですか？イエーイ、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 イエーイ。めっちゃすり込んでるんですけども、子供的にはキャパオーバーですよね。本当に申し訳ないなと今思ってます。ちゃんと捕まってないと落とされちゃうよ。ちゃんと捕まってね。韓国のバスとにかく運転が荒くて、まあ、でもなんでこのバスを乗ったかっていうと、まあ、一番最初到着した時にもう荷物も多くて子供もいたんで、もうしょうがねえやっていうことで、まあ、母親に煽られてですね、でももう着くよ、タクシーを乗ったんですけど、まあ、そこで8万ウォンほど請求されて、まあ、全然いいやと思ってたんですけど、まあ結構ぼったくりだったんですよね。でこれで、まあ、バスで乗っていくってなるといくらぐらいだったかっていうと、皆さんいくらだか分かりますか？後ろの席も全部ぬいぐるみ、乗り換え含めて300円ちょっとで、8000円だったのが300円ちょっとで済んじゃったんです。すげえ大きい。ポケモン、ポケモン、ポケモン、ポケモンのこと、ポケモン、ポケモン、ポケモン。めちゃくちゃ速い。もう危ないぐらい速いよねこれ。皆さんこれ何かわかりますか？トッドって言うんですけども、まあ、これは竹島のことなんですね。トッドクヌンウイタンって書いてあるんですけども、竹島は俺らの島だって書いてあるわけですね。まあすげえドキッとしました。そういうの日本にあったら怖いなっていう。